今回は対外離脱体験の解釈についてお話しします。通常の立場によると、対外離脱体験は何らかの幻覚や妄想にとらわれていたか、報告者の嘘であろうとも言われます。また対外離脱は様々な心理学的および神経学的要因から生じる乖離体験であると考えられることもあり、自己増減死、離人症、精神的乖離の例として示した研究もあります。しかしこの現象について主たる特徴の一致の見られる記録が、何千年という時の流れや何千キロメートルという道のりによって隔てられたところで残され、そして対外離脱体験中に体験者が見たものが事実であると確かめられている事例もあり、体験が実際に生起していた意識または第二の身体が実際に肉体から離脱したというものであるとする考えもあります。なお、前回の動画で取り上げた Z さんの事例やロバート・モンローの対外離脱体験などは、体験中に肉体との結びつきを全く感じなかったという点で、全面的、正当的、分離性対外離脱体験と呼ぶべきだと言われますが、遠隔死に近い対外離脱体験もあるのだと言われます。対外離脱は幻覚剤によって誘発されたり、トランス状態や瞑想などにより、精神的に誘導されたり、視覚的刺激、脳の磁気的刺激や電気的刺激により、機械的に誘導されたりして引き起こされることがあると言われます。さらに、側頭頭頂接合部と呼ばれる側頭葉の後方で、頭頂葉の下方、後頭葉の前方という3つの領域が活動することで、体外離脱体験が引き起こされるとも言われ、近年、転換手術に際して、右側頭葉に近い角回と呼ばれる部位を刺激したことで、自分が天井の近くに浮かんで、ベッドに横たわって下半身を上から見ていると報告した患者がいたとされています。しかし、脳を電気刺激することで、体外離脱に似た幻覚が生じたからといって、すべての体外離脱体験が幻覚であることが証明されたわけではないとの意見もあり、坂本正道氏も体外離脱体験において、体外離脱を神聖の体外離脱と、明晰夢に近い状態などに分類しています。このようなことから、体外離脱の中に創造の産物や幻覚に過ぎないと考えられる事例があっても、すべてがそうであるとは言えない上、ある主観的事実に関与する脳の領域を同定できたという事実は、その体験が幻覚であることを意味しないと言えます。続いて、体外離脱と脳波についてです。チャールズ・タートによれば、体外離脱体験時の Z さんの脳波は、それまで見たこともない波形で、通常の夢見第一段階の波形パターンに、アルファ波が大量に混入したもののように見えたといいます。そしてこのユニークな生理状態は、明らかに仮死状態ではなかったと推察されているようです。一方、ロバート・モンローの体外離脱体験時の脳波は、通常無第一段階 EEG の脳波と同じであるが、REM 急速眼球運動の回数は通常無ほど多くなかったと言います。このように二人の体外離脱体験が明らかに異なった生理学的状況に相応したというデータから、体外離脱が単一の現象であるとは言い難いとも指摘されています。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。